僕は、他人に興味ないんですよ。だから、あんまり他人のことをそんな知ろうとか、あんま思わないですね。で、YouTuber の人とか、ニコ生主さんとかも全然わかんないんですよ。本当に。本当にわかんない。でも、その、社会常識として、なんか、ヒカキンさんとか、そういう、なんか、一般的な、なんか、レベルの人は、耳には入ったことあるけど、ね、ちょっと動画ね、ちょっとパーって見たことぐらいあるレベル。でも、本格的に、その、あんまり見たことないかもしれない。その、追っかけてみるとか、ないかもしれないです。で、唯一の例外として、なんか、これこれさんの、ゴミ拾い動画っていうのは、ちょっと見たこと、結構追ってみたことありますね。かなり、あれ好きでしたね。あれ好きっていうか、でも俺もゴミ拾いやってるから、そう、そういうのもあったり、で、最大の理由は、僕、別れた彼女がいたんですよ。で、ちょっと話かつ、すごい割愛しますけど、別れた彼女がいて、別れた後に、なんか、僕にちょっとなんか、イチャモンのメールみたいなのが来て、僕、その彼女すごいいい子だと思ってたんで、こんなこと言う子だったんだ、みたいな感じ。ちょっとショック受けたというか、ショック受けたというか、この子やばい子やんって思って、それで、なんか、変なイチャモンつけてきて、なんかもうすごいいい子だと思ったのに、こんな子だったんだと思って、で、ツイッターのアカウントがあって、そういう、ちょっと、見たんですよ、ちょっと。普段見ないけど、普段見てなかったんだけど、見たんですよ。そしたら、多分、名前が出ないんだけど、俺の悪口めっちゃ書いてるみたいな、あーと思って、あ、なんだ、なんかすごいいい子、なんか、なんか、お、うん、すごいいい子だと思ってたんですけど、あ、なんか、あ、そういうことやっぱ言う子だったんだ。もしくは、俺のせいで人を変えてしまったのかだったら、もうちょっと申し訳ないんですけど、だから、ちょっと、ね、なんかあった時に、あれなんで、なんかちょっと見るようになっちゃったんです、そのアカウントを。なんか俺の悪口言ってないから、みたいな。見るようになっちゃったんですよ、見るように。本当はね、別に、あれなんだけど、なんかさ、なんかあった時に別に、対応できるように、あ、こういうこと言ってましたよ、みたいな。こうじゃなかったですか？あ、こうですね。ああですね。こういうの残ってますよ、みたいな。できるように、ちょっと見るようにしたんですよ。で、そしたら、なんか結構なんか、これこれさんみたいな、こう、リツイートなんか、いいねなんか、よくわかんないけど、そういうのあって、なんだこれ？って、こう、ちょっと気になって、最初は全然見なかったですよ。最初は全然見なかったんですけど、なんだこれって見て、で、俺なんかゴミ拾いとかするじゃんか。で、ゴミ拾いとか、なんかちょっと気になってちょっと見て、あ、なんか、あ、ええー、みたいな感じで、そのレベルですよね。だから、これこれさんって、だから、ゴミ拾いが中心の人じゃないわけでしょ。なんかこう、ご意見番みたいな感じのわからないですけど、そういうのは見たこと、ほぼ見たことない。ちょっとだけ見たことあるぐらいで、ほぼ見たことない。ゴミ拾いだけ、見てたとか。で、あと、僕の動画でなんか、僕は遠藤じゃないみたいなのが、ちょっと再生回数多いんですけど、それも、遠藤さんっていうのが、いいねとかリツイートで実は出てたんですよ。別れた彼女のところに、なんかいろいろわかんないけども。なんで見てんのか知らんけども、別れたとか全然知らんけど。コルカゴさんも含めて知らんけども。で、僕が、それとは別で、僕が、YouTube で、なんでかっていうと、みたいなことを言って、こうこうこうです、みたいな言ってたんですよ、YouTube で。そしたらなんか、たまに見た、なんかコメント欄とか、ちょっと一時期見てた時期があって、俺も努力というか、ちゃんともうちょっとなんか、こうしようとか、ね、思うのあって、ちょっとコメントね、どういう、コメントで対応してた時期もあったんです。今ちょっと全然してないんですけど、コメント見て、ね、ハートマークとか、なんか公式マークみたいなの押してた時もあったりしたんです。コメント返したり。で、そういう時になんか、遠藤構文みたいな、遠藤みたいな感じ。あ、すげえあって、なんだこれはみたいな。あれかと思って。で、ちょっとなんか、何個か動画見たことあるんですよ。あ、それと、あ、そっか、あ、なんでかって言うと、みたいな、そういうことだねって思って。で、俺、後藤じゃないですか。で、遠藤じゃないですか。で、なんでかって言うと、で、なんかすげえパクってるみたいな感じで、パクってるわけじゃないけど、パクってる感じ思われたら嫌だし、なんかそのコメントで遠藤構文みたいな、遠藤だみたいななんかあって、俺知らんかなって話じゃないですか。で、俺もそもそも他人に興味がないから、俺 YouTuber の人とかニコ生の人とか俺知らんから、別にその YouTuber の人とかニコ生の人だけじゃなくて、基本的にもう全ての人、別に興味がないし、眼中なんですよ。あんまりね、基本的には。もう自分が好きになったとか、自分が気になる人とかだったらこう見るけど、それ以外全然もう、
なんかあの、人を追っかけないから、俺、もう自分、わがままなんで、自分でこう、なんていうんですか、進んでるタイプなんで、人にお伺い立てたり、人が、なんか俺がこうしたらどうやって、人がどう思うかなとか、あんまり考えないタイプ。考えないタイプだから、見ないんですよ。で、見ても大変じゃないですか、ずっと追っかけんの。だから、俺の動画見るのも大変でしょ？だから、よほど好きな人じゃないと、よほど応援したいとか好きじゃない人じゃないと、見ないわけよ、こんな動画。だから、俺も別にそんなんだから、あんまり興味ないだけで、全然、あれだったんですけど、遠藤候補みたいなのあったから、じゃあ僕は全然遠藤じゃないみたいな、後藤だみたいな、こう、言っただけなんですよ、だから。ただそれで。そしたらなんか、意外と俺の中では再生回数多い方なんですよ。だって俺、普段の再生数、数百レベルなんですよ。数百回数ぐらい。だってそのなんか、いつものご飯、今日これ食べたみたいな、ご飯作ってくれてありがとうとか、ゴミ拾いの動画しか上げてないんだから、俺だって。普通の人はさ、ちゃんといろいろさ、1日かけてなんか作るわけじゃないですか。もう編集して、サムネイル作って、もう俺そんなんやってないから、やってないってもあるし、だからそういう感じなんですけど、でもなんか跳ねたんですよ。普通のその数百とかじゃなくて、多分数千1万とかわかんないけど、ちょっと結構上がってたんですけど、でもそれ、だからそのレベルですね。それ以外はあんま、ほんと知らない。本当に。だから別にそれは別に YouTuber さんとか、ニコ生さんとか、YouTube とかニコ生をこう、なんか、下に見てるとか、そういうのじゃなくて、全然そういう、時間ないから。時間ないから、あんま、見てないし、あんま興味ないです。だから、DM とかね、リップとかも、そうだね、D、あ、そうだね、まあ、D、っていうか、よく考えたら、今も喋って思ってたんだけど、思ったけど、やっぱ DM とかリップを返すくらいだったら、やっぱYouTube コメントをちゃんとしなきゃなとちょっと思いました、今思って。なんでかっていうと、なんでかっていうと、だって YouTube 見る人ってやっぱ広告見てるわけでしょ？広告見て、時間取られてるわけじゃないですか。で、コメントしてくれてるわけでしょ？で、Twitter の人は別にさ、広告ないわけでしょ？で、Twitter 俺がやっても別に収益にもなんないし、でも YouTuber 収益になって、その YouTube 見てる人は、そのね、広告見たりさ、で、時間取られてるんだったら、今思ったら、その YouTube でわざわざ見てくれてコメントしてる人に、なんか俺もそのアクションしてあげなきゃなって、ちょっと今ちょっと反省します。申し訳ない。よかった、この動画撮って。ちょっと Twitter の方をね、なんかメインで、なんか鍵アカでメインでやってるけど、よくよく考えたら、YouTube でコメントはね、なんか、ツイッターでリプで、ね、今日もなんかいろいろね、書いたりね、コメントして時間使いましたけど、それだったら、YouTube でコメント目通して反応した方が良かったなと思いましたね、ちょっと。ということでね、話変わっちゃいましたけど、まあ、これからは、そうですね、ちょっと反省です。ツイッターよりも、まあ、YouTube に目を通して、まあ、チャンネル登録していただいた方、そしてね、コメントしていただいた方、いいねして、押していただいた方に、ちょっとこう、ね、自分もこう、力を注いでいかないと申し訳ないなと思いました。ツイッターは別にそんなないわけですから。まあ、ツイッターもね、大事ですけどね。ツイッターもね、拡散していただいたりとか、ね、いろいろね、大事ですけども。まあ、ツイッターの方がね、まあ、ツイッターの方がいい場合もあるし、まあ、YouTube の方が。でも、俺ね、喋った方がね、楽なんですよね。俺、結構、時間かけちゃうんですよ。ツイッターとか文章を作るのも。これ今、喋ってるの8分、ね、もう50秒経ってますけど、もうベラベラ喋ってるわけじゃないですか。でも、ツイッターの140文字に、この内容を凝縮させなきゃいけない。で、凝縮させるの大変なんだけど、でも、その代わり、ツイッターって、読みやすかったり、正確に物事を伝えられるんで、まあ、一長一短あるんですけども、でもよくよく考えたら、YouTube の方にね、コメントしていただいた方に、ちょっとか、もう YouTube を頑張らなあかんなって、ちょっと今思いました。ちょっと、放置しすぎた。さすがに。一時期は本当にね、サムネイルとか作ってたことあるんです。サムネイル作ったりね、コメントを見て、ハートマークとかね、いろいろいいねとか押したりしてたのに、ちょっと反省です。ということでね、話変わっちゃいましたけど、はい。まあ、以上です。後藤輝基より 愛を込めて。お前ら、愛してるぜ。ということでね、あんまね、僕、YouTuber さんとかね、ニコ生主さんとかね、まあ、詳しくないんで、その辺の話題ね、出てもちょっと疎いんで申し訳ないです。まあ、教えていただけたら幸いです。だから、YouTube ライブとかやった時もね、
なんとかさんとか言われてもちょっとわかんないですね。で、彼女がね、野獣先輩とか知ってて、ちょっと野獣先輩はちょっと彼女に教えてもらいました。野獣先輩はこうこうこうでこうなんだよ、みたいな。はあ、そうなんだ。野獣先輩。なんか俺ね、野獣先輩はなんか、野獣先輩的なコメントが多いんですよ。なんか、で、名台詞みたいなのも正直わからん。野獣先輩の名台詞、名言とかも正直わからん。わからん。本当わからん。わからん。でも野獣先輩は覚えた。野獣先輩と田所さんは覚えた。野獣先輩と田所さんは覚えたけど、それ以外ちょっとわからん。本当申し訳ない。もうだって俺、本当興味ないから、本当に。興味ないし、基本的に男性より女性の方が好きやし、なんか、ね、そういうね、野獣先輩とかそういうわからんけども、それ見てる人ってさ、ガチの人じゃなくてさ、なんかそういう人、なんか、小馬鹿にしてる人たちでしょ？なんかもう小馬鹿にして楽しんでる人たちじゃないですか。だからあんまり僕そういうの好きじゃないですよ。そう、人をね、小馬鹿にしたりしてる。なんか、かわいそうやんか。で、本人らはわかんない。仕事なのかわかんないですけど、企画なのかわかんないですけども、そういうのやって、そういう作品として見てるのに、なんか、そういうね、なんか、こんなことやってる、あはは、バカだ、みたいな、バカじゃわかんないけど、そういうことやったら、もうかわいそうじゃないですか、そういう。だって、野獣先輩、その田所さんって、だって、未だに、どういう人なのか、実在してるのかもわかんないでしょ。まあ、実在はしてるんだろうけど、出てこないわけじゃないですか。出てこないってことは、もうそっとしてほしい、そっとしておいてほしいと思うんですよ。野獣先輩は。なのに、ね、後藤輝基コメント欄に野獣先輩田所なんとかなんとかさ、そういうのやってた。野獣先輩田所さんとか、その、ね、作品出てる人、かわいそうやんか。だから、政見放送でもね、なんか俺とか、川場さんとかはさ、そうやってさ、仮にいじられてても、それ覚悟持ってやる人だけどさ、別にその野獣先輩とか田所さんはさ、そのネットでいじられるために、あれに出たと思わないよ、俺は。だからなんか本当に作品でね、出てるのか、仕事として出てるのか、LGBT の人で出てるのか、わかんないけど、ガチの人だと思う。ガチの。ガチの人を、その、コケにしたり、バカにしたりして、それ取り上げるのって、俺、良くないと思う。だからね、俺にね、俺のね、なんかこう、バカにしてね、なんかそういうこと言うのはいいんだけど、いいってよ。よくないよ。ふざけんな、バカがこの野郎と思うけど、バカがふざけんな、この野郎と思うけど、まあ、俺はだからもう、そういう、ね、そういうもう覚悟があってね、やってますけども、本当だから、そういうね、ガチで一生懸命やってね、結果的に笑われちゃうっていう人、やっぱかわいそうだと、それ、いじめやから、それ、いじめ。だから俺、良くないと思う、それは。だからね、ちょっとね、そういう、ね、ふざけた気持ちでね、そのなんか、野獣先輩だ、田所だっていう人はね、ちょっとね、ほんとね、やめてあげてほしいと思う。だから、もう出てこないわけでしょ？いや、俺が野獣先輩だ、野獣、野獣、野獣、イエーイ、田所です、みたいな感じで、出てるならいいよ。出てないでしょ。だから多分出てないってことは、ちょっと本当もう、整形して、整形しちゃってるかもしれない、雲隠れして。で、お前らは、だからそんな、お前らが小馬鹿にね、してね、いじってるから、ね、野獣先輩ね、なんか、はもう、整形して、もう別人格になってね、もう一生、だから分かんない、田所さんが、分かんない、本名なのか、仮名なのか分かんないけど、もう、世に出てなくなっちゃってる。どうすんの？その、田所さんが結婚してさ、お父さん、これ野獣先輩って知ってるって、なんか、あ、お父さんみたいな、まさかみたいな、どうすんのよ、それ。いやー、それは、見ないでくれ、ヒロシ見ないでくれみたいな、なんか、そんなになって、どうすんのよ、かわいそうやろ、そんな。俺は、だから、そういうのやっちゃあかんで、と思う、本当に。そういう覚悟がない人、そういう意図でやってる人がない人を小馬鹿にしたりとか、笑い物にするのは、俺はね、非常に良くないと思う。それ本当いじめやから。集団によるね。だからまあ、ちょっとそういう感じで話また逸れちゃったけど、補足でまた逸れてしまう。申し訳ございません。これが後藤輝基です。本当申し訳ございません。ということで、以上、後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。